そういうことですよね。はい、ということでこんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。はい、ということでね、ちょっとずつ慣れてきましたね。このスタイルはね、なんと言っても楽しいんですよ。こうマイクを持ってやるっていうのもすごい楽しいし、もう取り直しがないんで、もうなんていうかね、思ってることもどんどん言えます。テイクワンでやるって決めてるんで、もしかしたら聞きにくかったり、こう行ったり来たりして何を言ってんねんって分からんこともあるかもしれないんですけど、まあ、とにかくこのスタイルでね、しばらくやっていきたいなと思ってます。はい、今日のテーマはこれです。役に立つことをやるのか、自分にとって意味のあることをやるのか、です。はい。これ難しいですね。これはね、最近の言葉で言ったらデザインシンキングかアートシンキングっていうことなんですね。デザインシンキングっていうのは基本的にお客さんが困ってることをお客さんにフォーカスして、お客さんの課題を解決する提案をしていく、課題を解決するコンテンツとか商品やサービスを作っていくっていうのがデザインシンキングですね。はい、でアートシンキングっていうのは、フォーカスのお客さんじゃなくて自分のここです。自分のハートです。自分の心からこうどうしてもやってみたいこと、やりたいことをもうやらざるを やらないともうダメやって思うようなエネルギーが溢れてくるようなことに、もう羽を生やしてパタパタって生やして、どうぞ出てってみたいな、はい、もう自分にフォーカスを当てて自分が思うものを発信するって、いわゆる芸術家とかアーティストが世の中に作品を作るときに使ってる思考をビジネスに使う、これがアートシンキングなんですよ。でデザインシンキングっていうのはデザイナーが仕事の時に使ってる課題解決で商品を作っていく、これデザインシンキングですね。だからお客さんの役に立つことをベースに商品を生み出していくのか、もしくは本当に自分がやりたいことを考えて商品を作っていく、コンテンツを作っていくのか、どっちがいいんだろうとかね、こう迷うことってありますよね。だってお客さんの役に立たなければお客さんからお金がいただけないんで稼いでいけないじゃないですか。自分本位で自分がこれバンって発信してもね、これ役に立たなかったらね、買ってもらえないわけで、買ってもらうためにはお客さんの問題を解決しないといけないし、お客さんが本当に望んでることは何なんだろうっていうことをちゃんとヒアリングして聞いて、マーケット分析をして、それで商品を生み出していくことって絶対大事だと思うんですよ。でもね、面白くないんですよ。なんかね、こじんまりしちゃうんですよね、お客さんのことを考えすぎると、っていうのも、まあ、どこもね、今全ての業種がお客さんの課題を解決って言って、デザインシンキングはね、ここ数年めっちゃ流行ってるんですよ。ね、お客さんが求めてることを発信しようと、お客さんにフォーカスしてやっていくと。でね、今ってお客さんが求めてるニーズとかは、もう AI とかそのビッグデータとかがすごいこう高精度でなんかそのニーズとかデータを出してくるんですよね。だってアマゾンとかのおすすめとかものすごい精度高いじゃないですか。なんでアマゾン俺が欲しいの知ってんのみたいな、もうちゃんとこうニーズを捉えてくれるじゃないですか。でそういう僕たちが日頃、SNS とか Google とかパソコンでやってる行動とかを見て、僕が望んでることとか僕が困ってることっていうのをこうどんどん集積されていくんですよね。でそれがコンピューターが持ってるものだから、そのコンピューターが持ってるニーズっていうのを各企業がね、同時に手に入れれる状態なんですよ今。だからお客さんのニーズはこうだと、お客さんは、こういうことが困ってるっていうのを全ての企業でいくにこれ知れ渡るじゃないですか。知れ渡ったらそのニーズに対応する商品っていうのもね、似てくるんですよ。同じような商品がばっかり出てくるんですよね。そうなるとやっぱ売れないんですよ、結果的に売れないし、お客さんで考えてたらなんかね、自分が本当にやりたいことが見失ってしまったりとか、本当にこうやって思う部分が、いわゆる情熱の部分がこうね、マスクされたりするんですよね。単純に面白くないんですよね。で作り手が面白くないものを作っても、それって全然面白くないものしかできないんですよ。はい、なので、これいわゆるマーケットインとプロダクトアウトの考え方もそうで、マーケットインっていうのはお客さんの課題をちゃんと分析してからそれに合わせて商品を出す、プロダクトアウトっていうのは自分の技術力で自分ができることは何だっていうことで、バンってまずプロダクトをバシって作ってから、そこでお客さんの声を聞きながら商品をブラッシュアップしていくっていうことですね。だからおかちもね、ここ数年は最初の、今起業して7年目なんですけど、最初の5年ぐらいはマーケットインとかデザインシンキングだったんですよ。お客さんの課題をちゃんと分析してそれに合った商品を出していたんですけど、ここ1、2年はもうプロダクトアウトです。もうとにかくこれがええやろって思うことをまず出してみて、出さな分からないんですよ。出していいと思ったら
もちろん購入してもらえるし、あかんと思ったら買ってくれへんし、そこで声をもらえるんですよ。ここはもっとこうやったらいいのにな、ここをもっと改善したらいいのになと。でそこに出して声をもらって、そこから改善していくっていう方がなんかこう早いんですよね。こうお客さんが求めてることなんだろうとか調べる時間がもったいなくて、もうこうやって思ったらパッて1日2日でも出しちゃうんですよ。仮に出しちゃって、それでその市場の反応を集めてやった方がなんかスピードが速いなと思って、ここ 1,2 年はビジネスでもそうなんですけど、でなんかそうするとね、まあ、僕すごい楽しいんですよね基本的に。この YouTube もまさにそうで、 YouTube でこういう例えば、大人向けのビジネスの話とか仕事術とか生産性を上げる情報とかって、もういろんな人がやってるじゃないですか、ビジネス系教育系 YouTuber が。それとそれよりも有益な情報を僕が出せるかって言ったら出せないんですよ。でじゃあその人よりも実績を出してるかって言ったら出してないんですよね。でその人よりプレゼンがうまいかって言ったらうまくないんですよ。もちろん、ね、映像も音質も悪いんですよ。じゃ勝てないんです、その土俵では。勝てない土俵には乗らないんですよね。その土俵、もちろん技術を上げることは大事やし、僕の実績をやって上げていくことも大事なんだけど、その底の土俵に乗ってしまったら勝てないんで、じゃあ僕ができることは何なのかって言ったら、そのままの僕を表現することなんですよ。これ僕にしかできないんですよ。はい、この僕が体験したこととか、僕が学んだこととか、情報を手に入れても僕を通したフィルターで僕が本当に思うことをもう本音をマスクせず表現するっていうのは僕にしかできないことなんで、これはライバルいないんですよ。ブルーオーシャンなんですよ、ね、こういう土俵でね、もし戦うんやったら戦わないといけないなと思って、この YouTube でももう一切編集なしでテイク1、あ、ちょっと BGM ぐらいはつけますかね。 BGM は多分つけるとちょっとつけるけど、もう撮り直しはなしです。もう一発勝負で自分がそのマイクを持った瞬間に、あ、マイクを持つ前に今日話すことってここ書いてるんですけどね、あれを見てもうこうテクテク、あそこマイクスイッチ押すじゃないですか、押してこう歩いてくるんですよ。歩いてパッて文字を見て、じゃあこのテーマでマイクを持ってきて、今日はこれをこんな風に話そうと思って、もう今湧き出てくるものそのものをもう話してるんですよ。もうプロダクトアウトですよ。もうアートシンキングでどんどんもう自分が思ってる、自分にとって意味のあるものをどんどん発信してるっていう感じです。なんで僕がこうやってやってることに対して賛否両論もいろいろとあると思うし、皆さんにとってお役に立てるかどうかなんか全く自信はなくて、ただ何かしらお役に立てなかったとしても、こう感情を揺さぶる何かっていうのを作りたいんですよね。この前も言いましたけど、その感情が揺さぶられることそのものがもう生きる原動力だと思ってるんですよ。それが怒りであったり、悲しみであったり、楽しさであったり、憎しみであったり、どんなことでもその揺さぶられる大きさっていうのは生きる原動力、力であってエネルギーであると思う。だからそういうような、この揺さぶりたいんですよね。とにかく頭を揺さぶるんじゃなくて心を揺さぶる、そういうような配信になったらいいなって思って、この YouTube でやってます。で今日のテーマは、役に立つことをやるか、意味のあることをするのか、どっちがいいんだろうって。もちろんどちらもいいんです、どちらもいいんだけど、まあ役に立つことばっかりやってたら自分のエネルギーがどんどん減っていくんで、たまには自分にとって本当に意味のあること、周りの声を一切シャットアウトして、マイクを持って伝えたいこと、言いたいことをただ発信する、表現するっていう時もあってもいいんじゃないかなっていう風な、一つの、考えでございました。そんな感じで、今日はおしまいです。はい、素敵な一日を。さよなら。